ちょっともうちょっとして。一旦なったよ。あ、しょうがないな、これ。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、皆さん。ですね、トーク動画第2弾です。パート2、違った。パート2、パート2じゃないけど。違うね。前回の動画ですね、結構反響がありまして、僕の動画の評価、このバットがですね、20超えて久しぶりに、あ、すごい反響あったんだなと思って、僕は喜んでます。というのも、そう、これがあった方がやっぱいろんな人が見てていろんな気持ちを思うことがあって、やっぱりそれだけ人の心を動かしてるんだなと思うんで、このライクだけが多ければいいってことじゃないと思うんでね。そうか、そうそう、じゃあみんなこれからバッとするよ。いや、それはないと思う。見えないからね。はい、やってる人、投稿主しかバットの数は見えないので、うん、まあでも本当にいろんな人が見てくれていろんなことを思ったんだなと思って、うん、手応えを感じてます。はい、で前回のちょっと続きではないですけど、まあ、移住するにあたってですね、みんなどういう生活をしてるのかなとか多分気になると思うし、そのお金はね、どうやってどこから出てその移住費っていうのをね、どうやって貯めたのかってすごい気になると思うんですよね。うん、で、僕ちょっと見ちゃったんですよ、あるものを。とうとう爆祭っていうサイトをね、まあ前々から知ってはいたんですけど、気にしてはいなかったんですよ。で、ちょっと暇な時にね、ちらっと見たら、すっごいえげつないことが書かれてて、面白い。2人のこといろいろ書かれてて。あ、そう。うん。まあ、それがでもね、もう、妄想してね、多分書かれてると思うんですよ。ほとんどの人がですね、知り得ない。自分の中で頭の中でね、勝手に考えたことを書き込んでるだけなんですけど、それがあまりにもね、トンチンカンで面白すぎて、なのでちょっと逆にね、笑っちゃうぐらい。そこの爆祭のね、書いてあるコメントっていうのをネタにしたら、ね、いくらでも動画が撮れるなと思って、これからちょっとね使わせていただこうかなと思って、皆さんぜひ爆祭見てください。で、書き込んでください、アンチの人。もう全然と勘違いだからっていう。どうしたらそういうことを思いつくかなっていう。まず移住費が親からお金全部もらったんだろうみたいなこととか、もう最近だとね、その生活費言われてる、そう言われてる、言われてる、お母さんがお金出してるんでしょみたいな、そんなことないです。両親、そう、両親が孫ができたから、孫が可愛いからお金払ってるんでしょとか言って。全然違うね。うちは厳しいです。子供ができた瞬間ですね、孫ができた時に言われた一言目は、私は助けないからねっていうことを言われました。まず、ね、うん、お母さんは関与しないからねって言われてるんで、自分で頑張ってって言われたね。そう前日本に行った時、そう、すっごいシビアなんで、うちは。まあ、それも徐々に変わってきてはいますけどね、最近は可愛くはなってきたのかなと思うんですけど、うん、まあだから援助してくれたわけじゃないんで、うん、あと最近で言うと、外食してるから高い、当たり前だろうと言われたけど、そうね、うん、日本食を毎月食べてるわけじゃないし、食べたり食べなかったり、月1回食べるか食べないかね、高いところで。そう、この間あげたラーメンの動画、つけ麺を食べるっていうのも1年9ヶ月ぶりに行ってますから ね、約2年ぶりにラーメンを食べに行ってるんで、毎月毎月ラーメン食べてるわけじゃないです。じゃないね。安いよね。ただラーメン好きだけどね、うん、毎日食べたいよ本当に。毎日はないから。開けないよ、開けない。ただ高いよ。ああ。なぎラーメンだったら開けないと思う。ああ、なぎラーメンっていうね、うん、動画もありましたけど。そうそう。あれだって久しぶりに行ってますもんね。そう。最初行ったのはまあいいや、長い。うんうん。ただ動画だけ見るといつも行ってるように見えるかもしれないですけど、そう、日本食屋さんなんていうのは月に1回も行かないです。そうです。うん。安い焼きそばとか、フィリピンの日本食屋さん。あ、じゃあ違うか。焼きそば100ペソあるじゃん。99、ある、ある。99ペソで焼きそばが売ってたりする。そういうの食べたり。とやこ丼、とやこ丼。親子丼。親子丼。親子丼も安いから。180とか。そう。だから昨日の夜なんかインスタントヌードルだけですよ。ご飯と。卵。うん。だから別に生活費は食費がかかってるじゃないです。うん、他のところでいろいろかかってるってことを皆さんに知ってもらいたいですね。そうだよね。でも私昨日の時
きのは卵とあのラーメンだけ、フィリピンの。ただお金もったいないじゃなくて、たまにやっぱり前の食べたかった、また食べたいな、これ食べたいなとか、あ、じゃあ今日作らなくていいかな、卵とか焼きそば、フィリピンの焼きそばでいいかな、それはあるね。お金の問題じゃなくて、たまに食べたいがあるの。そうそう、別にだから貧乏な生活とかでお金をケチケチしてて、食材をケチってるわけじゃなくて、じゃない、そうそうそう、たまにね、そういう、うん、あ、昔の味っていうのがね、そうそう、懐かしい味とかね、うん、あと家もね、食べ物は多分違う家が2つ3つぐらいお菓子あるけど、うん、やっぱりこっちは1個だけだから、いつもランチとか夜1個、朝パンぐらいだからさ、だからそれ少なくても大丈夫。いっぱい作ったらもったいないし食べれないし、残るだけ捨てるだけだから、お金 あまり使わないように、でも食べれるから大丈夫、うん、どこと分かるからね。まあ、だからその生活費っていうのはですね、あの他のイレギュラーな部分ってどんどん結構出てて、まあ、ちょっと細かい生活費っていうのもまた今度教えたいと思うんですけども、あの例えば、ね、車が壊れましたとか、うん、家具がこう、あの電化製品が壊れたとか、あと病気になっちゃったとか、誰かが亡くなっちゃったとか、そう、そういうところでどんどん出てたりしてます、うん、食べ物っていうのはですね、月2万ペソいかないぐらい、1ヶ 月ないね、2万ペソもいってないんで、うん、5万円ちょっとぐらい食べ物の、そうそうなんですよ、うん、その他にはどんどん出てくるとこがあるんで、まあ、子供がいてメイドさんもいて、そうです、うん、あの家も借りてるレンタルってなると、だいたいかかったりしますね、そう、うん、毎月そんな感じだよね、そう、まあそういう感じです。まあちょっと、うん、今話したのは前回のちょっと流れでね、うんうん、移住に際してのかかってくる費用っていうか、そうそう、海外生活でねかかる費用ですね。そうそう、で僕がどうやってそのねお金を貯めたのかっていうこの本題なんですけど、まずこのフィリピン、僕が完全移住する前、2020年かな、うん、に移住を決めてたんですよ、2020年の冬なんですけど、うん、ちょうどね12月頃にコロナが発生しましたんですよ、うん、世界中で、そうそう、で3月4月で渡航しようと思ってたんですね、うん、でそれが3月前にですね交通事故があってしまって、うん、右腕重傷の怪我を負ってしまったんですよね、うん、でそこからちょっと長いリハビリ生活も始まったんですよ。でそれプラスパンデミックでフィリピンとか、まあ、海外にねもう誰も出れない状態になったんですよね。そう、うん、なのでもう、まあ、2年間会えなかったんですよ、うん、でその中でもうリハビリも1年8ヶ月ですね、20ヶ月続いて、でその怪我がですね、まあ、不幸中の幸いというか、まあ、通勤の時の事故だったんですね。バイクで帰り夜運転してる時に飛び出してきた自転車にちょっと避けようとして転んで、まあ、重傷を負ってしまったという事故なんですけど、まあ、労災が会社入ってるんで、もちろんそのお金が毎月振り込まれるようになったんですよ。で僕手取りで40万ぐらいもらってたので、その8割は入るんで大体31、2万ぐらいは毎月入ってたんですね。でそのお金をどうしようと、で彼女は彼女で妊娠をしてかったので仕事はできないんです。お店も辞めて生活費を送らなければいけないので送ってるし、じゃ僕日本で生活しなきゃいけないんで日本での生活費がかかるわけですよ。32万でやっていかなきゃいけないんでそのお金を、まあ、20万ぐらい毎月彼女に送ったわけです。でそれをどうするかというと、まあ、早い段階であのビジネスをやらせようと思って、どん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 そのお金をですねビジネスの方にお金を回せたわけです。でまだパンデミックだったんであらゆるものは結構安かったんですよ。家の家賃とかもそうです、アパートとか、と車も安かったんで、まだ早く一番最初に車を買いました。中古車40万ペソでね買いましたね。で僕は日本で10万で生活してたんですよ、毎月10万で。でその中でちょっとなんとかね頑張って切り詰めて貯めてたお金もあったんで貯金を、その貯金をですね何に使ったかっていうと、あその時
もう日本中コロナ規制で居酒屋も何も全部閉まってたじゃないですか、娯楽施設っていうの。で、大人たちは家にいるしかなかったんで、巣ごもり需要っていうのが、まあ、増えたわけですよね。で、その時僕が目をつけたのが、皆さんなんか家で何やってるのかなと思ってよく考えたら、家でゲームやってるってことが分かったんですよ。それが携帯ゲームだったんですニュースにもなったと思うんですけどね、任天堂のね、DS、3DS とかスイッチ、そうね、PSP、PS ビータ、ソニーの、そういうのをみんな買いまくってたんで、玉数が少なくなったんですよ。で、値段も高騰しだしたんですよ。で、それをメルカリで僕は買い漁ったんですよ、いいやつを。そう、一回見て安い、一番安いやつで綺麗なものを買って、貯めてたお金で買い集めて、それを高く、まあ値段は言えないですけど何倍かにして売って、でそれでお金を貯めたっていう感じですね、移住資金は。で、毎月毎月そのまあ労災は入ってきたけど、ほとんども生活費で消えてたし、送金してたんで2年間で400万は彼女に送ってます。1年で200万円送ってたんで、でもそれでもまだ労災のお金は余りましたけどね。その他に最後にリハビリが終わって障害者認定っていうのを受けた時に80万ぐらい入って、で最後入ってたのね、持残金っていうのが発生したので、その障害賠償請求っていうのをして、保険会社、相手の自転車保険入ってたんでね、で最後はね120万ぐらい入ったのかな。だからトータルですね、800万以上入ったんですよね。だまだその余裕はあったんですけど、まあ、こっち生活していく上でいろいろ出ていく方が多いので、その貯金も結構食いつぶしてなくなってきてはいますね、うん。でもその他にまあ彼女がビジネスも大きくなってきてるんでね、収入は大きくなってるんで、今度ちょっとそのビジネスの収入の話とかもしたいんですけどね。まあそんな感じで、まあ参考にはならないかもしれないですけど、僕の場合はそうやってお金を貯めて移住に向けてこのお金を作ったということです。まあ事故はね本当大変だったんですけど、それがあったからお金はちょっと入ったけども、まあそのそれ以降ね元通りの腕にはならない、うん、ならなかったんですよ。もう医者にも言われたんですね、その事故の怪我の状況を見た時にお医者さんからはもう最悪の状態だっていうことを言われて、もう元通りにはならないよっていうふうに言われて、まあその良くなっても 70% って言われて、でもそのまんま 70% ぐらい回復したっていう感じなんですよ。だからまあ今もね右手がうまく使えなくて、パソコンとかもねもうずっと2年間ぐらいは片手でやってたんですよ。今もその見ないでやるなって、ブラインドタッチっていうんですか、ブラインドタッチっていうのも左手うまくいくんですけど、右が全然あさっての方向いっちゃったりして、慣れたらいいけどね、全然いまだに慣れないし、右手はまたもう無理だなと、握力もないし力もない、彼女より力がないんで、そうね、キャップ開けられない、いつもです、缶とか、うん、多分私、これそういうパンチはわからんしないけどね、しないしない、そんな喧嘩はしないですしないまあだから僕は普通の一般的な30代40代の人よりも貯蓄は少なかったと思うんですよ。ただ恵まれてたのは日本で持ち家だったので、親のマンションに住んでて、一応毎月3万5千ぐらいのね、共益費っていうんですか、マンションの管理費みたいな毎月3万5千払ってましたけど、それ以外は光熱費だけで、あと一食次第だから10万でやれてたんで、まあそれは本当に恵まれてたなと思いますね。あと労災が入ってきたんで、まあ、仕事はその後できなくなっちゃいましたけど、まあ雇うからできるかもしれないですけどね。前の会社の人からもまた石川さんお願いしますって言われたりしてたんで、うん、僕はちょっともう 100% の状態じゃなきゃ働きたくなかったんで、うん、もうお断りして今はフィリピンでのんびりと生活してますっていう感じですね。大変です、生活でも頑張ってるです、ね感じですね、今回はねこんな感じで移住にあたってのその資金振りっていうか、まあ、当初はまあ自転車操業状態で入ったお金をずっと回してるっていう感じでしたね。そうです、今まで、はい、そんな感じ。どうですか、いかがでしたでしょうか。そうです、ぜひ皆さんね参考になってくれたらっていうか、まあ参考にはならないかもしれないですけど、もう大変ですよっていうことですよね。大変です、お金はある程度ないと生活できない、頑張らないと生活できない、本当に。
じっくり皆さん考えてみてください。そうです。フィリピン人夢見てる方はですね。そうです、はい、そんな感じでですね、はい、この動画が良かったらこの高評価ボタンを押してください、うん、悪かったらこれ押しちゃってください。はい、もう全然自由にやってもらっていいんです。あと爆祭皆さん書き込んでください。ネタになるんで、うん、もう尽きないんでね、毎日動画のネタが。そうね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。